皆さん、こんにちは。防衛大臣や外務大臣などを歴任し、英語力や X、ツイッターでの発信力も高いと言われる河野太郎さん。そんな河野太郎さんですが、巷では逮捕間近という噂がささやかれているのだといいます。政治家が逮捕されるというのも少ないイメージではないですが、河野太郎さんは一体どのような経緯から逮捕間近と言われているのでしょうか。また他にも愛人についての噂も出てきているようです。今回は河野太郎さんの逮捕間近の真相と合わせて愛人の噂についても迫っていきたいと思います。まずは河野太郎さんの簡単な経歴からご紹介していきます。河野太郎さんは1963年1月10日に神奈川県平塚市に生誕しました。父は自民党総裁、内閣官房長官、外務大臣などを歴任した河野洋平さんで、祖父は副総理、建設大臣、農林大臣などを歴任した河野一郎さんと政治家一家に生まれ育っています。小学校は公立の学校を卒業すると、中学校からは慶応義塾中等部に入学し、高校、大学とエスカレーターで進学していきました。ちなみに中学3年生の時の運動会の 4000m 競争では歴代記録を叩き出し、今もその記録は破られていないのだといいます。高校卒業後に慶応義塾大学経済学部に入学したものの、2ヶ月で退学しており、その後アメリカのジョージタウン大学に入学すると、大学時代は政治活動にも関わり、民主党所属の下院議員の事務所でインターンも経験しました。大学を卒業後は日本に帰国すると、1986年に富士ゼロックスに就職して7年間勤務し、1993年には日本短視に転職します。ちなみに現在の日本短視の社長は河野太郎さんの実の弟である河野二郎さんが務めています。1996年になると小選挙区比例代表並立制の導入に伴って、父の河野洋平さんの選挙区が分割されたことにより、神奈川15区から自民党公認で出馬し初当選を果たします。当選後しばらくは無派閥で活動していましたが、麻生太郎さんの勧めで当時宮沢喜一さんが会長を務めていた宮沢派、現岸田派に所属しましたが、1999年には宮沢派を離脱し、父が率いる河野グループに参加しました。このグループは2006年に麻生太郎さんが会長に就任し派閥化しています。2009年小選挙区で当選し5選を果たしますが、同年自民党総裁選に立候補するも谷垣定一さんに大敗しました。2015年に国家公安委員長として初入閣し、担当大臣として消費者庁の徳島県全面移転を推進しましたが、これは国会対応や危機管理などの業務遂行が困難として見送られています。2017年には外務大臣に就任し、退任までの外国訪問回数は59回、延べ123の国地域を訪問し歴代最多記録を更新しましたが、韓国の駐日大使に極めて無礼と批判したことで大きな波紋を呼ぶことにもなりました。2019年防衛大臣に就任すると、2020年には菅内閣発足で規制改革、行政改革担当大臣に就任、翌年には新型コロナウイルスワクチン接種担当大臣に任命されます。2021年菅義偉首相が次期総裁選の不出馬を表明したことを受け、総裁選に立候補を表明しました。小泉進次郎さん、石破茂さんなどからの応援もありましたが、岸田文雄現首相に敗れ落選。その後は自民党広報本部長に就任し、2022年にはデジタル大臣に就任しています。華々しい経歴である河野太郎さんですが、1993年の30歳の頃に妻である河野香織さんと結婚しています。大学も違い、就職した先も違いましたが、河野香織さんの兄と河野太郎さんが大学の同級生であり、河野香織さんを見かけた時に一目惚れしてしまった河野太郎さんは、通勤中の駅の改札で待ち伏せもしていたのだといいます。当時は現在のように連絡手段も多くなかったために、好きな人を待ち伏せるのは珍しいことではなかったそうです。河野香織さんは東京都出身なのですが、
実は群馬県にも深い関係があるそうで、河野香織さんの父である大河原昭二さんが群馬県出身で、食品関連の専門商社に勤めていたといいます。また叔父の大河原誠一さんは群馬県信用組合の元理事長であり、祖母の久子さんは横浜ゴムで取締役支配人を務めた長岡俊一さんの娘だったそうです。長岡俊一さんは戦前から戦後にかけて日本経済界で活躍した人物で、日本商工会議所会頭や日本経営者団体連盟会長などを歴任していました。群馬ですが、とんでもない名家の生まれのようですね。そんな河野香織さんは小学5年生までオーストラリアで過ごした帰国子女だといいます。最初は日本語に慣れていなくて苦労したそうですが、中学生の時には作文コンクールで文部省大賞を受賞しています。その後は精神女子学院に進学し、高校卒業後はモルガン系銀行に就職して社長秘書を務めました。河野香織さんは河野太郎さんが外務大臣や防衛大臣を務めた際にも同行して外交に携わっており、英語力や知性が高く評価されていることからトップレディーとも呼ばれているそうです。ちなみに SNS 上では奥さんのことを愛妻と呼んでいる河野太郎さんですが、自宅ではカオチンと呼んでいるそうです。仲がいいことが伝わってきますね。河野太郎さんと河野香織さんの間には2002年に生まれた一人息子がおり、名前を一平さんと言います。河野家は生まれた子の名前に一人目は一夜あった、二人目に二を使っていますが、河野太郎さんの父親の傭兵を一時もらって一平と名付けているようです。あまり詳しい情報は公開されていないようなのですが、慶応義塾大学に進学したと言われています。というのも河野一平という名前のフェイスブックやツイッターやインスタグラムがあったのだといいます。それによると、学歴データで慶応義塾湘南藤沢中等部高等部に在学、慶応義塾湘南藤沢キャンパス環境情報学部に在学中といったことが書かれていたり、他にも河野一平とバンドやってました、対バンした時に河野太郎が見に来ましたなどといった仲間と思われる人物からのツイートがあることから、そう考えられているようです。しかしこれらの SNS においては現在データが残っていないようで、これは逆に河野太郎さんの息子さん本人であるため、この情報が広まるのを懸念した可能性も高いと考えられます。幼い頃から河野太郎さんのブログにたびたび登場していた一平さんですが、大学生になって親元を離れたのかあまり登場しなくなっており、再登場を待ちわびる声も多いのだといいます。さて、そんな家族への愛が伝わってくる河野太郎さんですが、一体なぜ逮捕といった噂が出てきているのでしょうか。ここには秋元真利外務大臣政務官が関係しているようです。というのも彼の地元事務所千葉市若葉区が長年にわたって市に対して必要な申請を行っておらず、都市計画法及び建築基準法に違反している疑いがあることが週刊文春の取材で分かったことからのようです。このことが河野太郎さんと何か関係があるのかというと、秋元外務大臣政務官は千葉県の富里市議時代に法政大の大学院に通っていたといい、そこに特別講師として現れたのが河野太郎さんだったそうで、その時に河野太郎さんから「お前国会議員になれよ、俺と一緒に働こう」と誘われて国政への転身を決めたのだといいます。それ以降河野太郎は兄貴と公言しており、河野最側近として永田町では知られてきたのだといいます。そんな秋元外務大臣政務官が代表を務める自由民主党千葉県第9選挙区支部は2013年度以降、千葉市北部に位置する JR 津賀駅から約2キロの場所に事務所を構えてきました。この事務所は千葉市が定める市街化調整区域内に位置していますが、千葉市都市局建築部によると、市街化調整区域に建築物を作るときには原則として都市計画法上の許可を得るために宅地化への申請が必要であり、さらに建築基準法上も建築指導課に建築確認申請を行って建物を規定に適合させなければならず、これらの手続きをしないと法令違反となり指導の対象になるのだといいます。
この事務所については宅地課への申請も建築指導課への建築確認申請も見つからないのだといいます。市の担当者は確認作業が必要ですが、都市計画法上も建築基準法上もおそらくアウトでしょうねと語ります。それにもかかわらず、なぜ市街化調整区域内に事務所を構えてきたのでしょうか。土地の所有者に政党支部から年144万円の賃料を支払っているものの、そもそも市街化調整区域は一般的に土地価格が安く抑えられるそうで、実際に調整区域外の隣接エリアでは今の事務所と同程度の賃料だと1フロアしか借りられないようです。駅前に事務所を構えた場合は駐車場を別途借りる必要も出てきてしまいます。政治活動上、他の場所を借りるより便利な上に安上がりになることが考えられます。河野太郎さんが直接関与していたわけではないものの、秋元外務大臣政務官が河野太郎は兄貴と慕っていたことから、違法というワードが逮捕に形を変えていき、河野太郎さんに飛び火してしまったようですね。河野太郎さんからするととんだ迷惑な話ですが、続いては愛人の噂について迫っていきましょう。先述しましたが、河野太郎さんの夫婦仲は良好としか言いようがなく、疑いようはないと思います。ではなぜそのような噂が出てしまったのでしょうか。河野太郎さんは失言での炎上がたびたび話題になりますが、最近で言うと今年初めに起こった能登半島地震で、電気などのインフラが壊滅状態に陥った地域に住む被災者に対して、避難の際にはマイナンバーカードを一緒にと呼びかけたことが炎上していました。電気もネットも普通ということは、マイナンバーカードは全く役に立たないはずです。なので自治体は災害の時は通常通り健康保険証を携帯するように言っていました。そんな中、河野太郎さんと合わせてダブル太郎とも呼ばれる麻生太郎さんも炎上していました。こちらは上川陽子外務大臣について、このおばさんやるねと思った、少なくともそんなに美しい方とは言わんけれどなどと上川大臣の外交手腕を評価し持ち上げる中で、セクハラとも取れる表現を用いた上、しかも名前を上村と間違えていたのです。似たようなタイミングで炎上してしまったダブル太郎ですが、たびたび炎上を巻き起こすことでも知られており、よく同じく話題に取り上げられることが多いようです。また麻生太郎さんに関しては愛人が多いことでもよく語られますが、ある女性が営む法務事務所のホームページにて、河野太郎さんからの手紙が届いたという記事がありました。この記事の中では、河野太郎さんから届いた手紙の封筒を紹介しているのですが、同じページ内に愛人というワードが出てくるのです。おそらく同じ政界で同じく太郎という名前だったことから、河野太郎さんと麻生太郎さんが混合されてしまい、さらには麻生太郎さんは愛人関係で取り沙汰されることも多いので、それが河野太郎さんと曲解されてしまったようです。どちらも噂なんてものは些細なことから形を変えて大きなものになっていってしまうようですね。いかがでしたか。今回は河野太郎さんの逮捕の噂の真相や愛人の噂についてご紹介してきました。あくまで噂の範疇を超えることはできないものでしたが、災害に際して避難の際はマイナンバーカードも一緒にというのは、どうも状況や被災者を軽視してしまっているように感じます。今後の日本がより良い未来に向かうためにも、もっと考えて発言をしてほしいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。